こんにちは、辰野の八木翔です、今日は辰野市の三津町の、室津にやってきました、三津町にある、海岸の一つですね、今映っているのが、海に浮かんでいるのが牡蠣のいかだですね。牡蠣の養殖用のいかだ、それから、円形に見えている島々は、伊江島の諸島ですね。こちらの、穏やかな海、播磨灘ですね、瀬戸内海播磨灘の海、こちらで、室津沖で、牡蠣の養殖が、盛んに行われております。室津の牡蠣をぜひ、よろしくお願いいたします。